い、皆さんどうもこんにちは、みさおです。今回はあんまり喋ることはないと思うんですけど、まあ毎日やってるメイクというかスキンケアから、メイクとヘアスタイル髪の毛までを全部動画に収めたいと思います。まあ本当ほとんど喋らないんで、多分無音の動画が何分か続くと思うんですけど、よかったら最後まで見てください。それではスタートです。
はい、ということで私が毎朝やっている、まあ、ルーティン的なものを撮影してみました。どうでしたでしょうか。もう長いことね、無言で一人でやってたんで、こんなんでいいのかなって感じなんですけど、まあいつもスキンケアから始まり、下地ファンデーションなど、まあいろいろその日によって使うコスメは変えてメイクするんですけど、まあだいたい今日はこんな気分でっていう感じですかね。ちなみにアイシャドウはちょっとブルー系を買いました。で、新しく買ったこのマックのピグメントがあったので、これがね結構発色がブルーとか緑とかそういう系な光り方をするんですよね。このラメが入ってるんですけど、ラメ自体は白なんですけど、光が当たるとそういう青っぽい光を放つので、アイシャドウにブルーを使ってみました。あとはリップも新しく買ったあのロレアルパリのものを使ってるんですけど、すごい潤ってます。やっぱりすごいですね。服はいつもこんな感じですかね。 H&M とか Forever とかで今日は買ったものが多いです。はい、ということで今日のメイクはこんな感じになりました。なんかね、あのヘアアイロンとかもうすごいやり方ぎこちなかったりするんですよね。だからもっとこうやったらやりやすいよとか、メイクこうしたらいいよっていうのがあればぜひ教えてください。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画が面白かった、楽しかった、参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録、あとコメントでも感想をお待ちしております。以上、みさでした。バイバーイ。